どうも、うずです。今日はですね、ちょっとパソコンゲームで、パソコン好きな方はね、耳にしたことあるんじゃないでしょうか。これちょっとね、古いディスク。ディアブロ2のディスクですね、プレイディスク。ディアブロ、わかる方、いますかね。1997年にね、初代のディアブロ発売しました。ディアブロ1。ダンジョンを進み、ですね、最下層にいるディアブロを倒すのが目的。で、基本的なシステムやアイテム収集、オンラインでの協力プレイなどが人気を博して、シリーズの魅力はこの時点でほぼ完成していたという伝説のロールプレイングです。1のね、ディスクも完全にないので、紹介ちょっと映像でできないんですけどね。ダンジョンをこう進んでいって、アイテムを集めて楽しもうっていうゲームで。当時ね、1997年ですからね、インターネットがこう、普及してはいなかった実態ですよね。テレ放題とかありましたね。確か夜中にちょっと安くなるとか。で、その後発売したのが、今ここにもまだディスクが残ってる、ディアブロ2。2000年の発売です。この頃はもうちょっとネットの方が盛んなってきてたのかな。もうあんま覚えてないですけどね。それでも13年前ですからね。復活したディアブロを倒すために、広いフィールドとダンジョンを制覇していく。やっぱりアイテム収集が、すごく楽しいゲームでした。すごい光るの。2012年発売だから、12年の沈黙を破って、沈黙なのかな、発売去年されたので、発売日に即ダウンロードして遊んでました、しばらく。はい、じゃあこの状態でちょっと試しに撮ってってみようと思います。ログインします。でね、映像がちょっと荒いかもしれないんですけど、ログインします。で、これで、面白いんですよ。ここにちょっとセキュリティキーを入れなきゃいけないんですね。オークション、リア、現実のお金を使って遊んだりもできるオークションが入ってるので、この辺のセキュリティは非常に、厳しくなってます。iPhone なんかだと、このセキュリティキーっていうのは入れられるんですよ。これね。ここちょっとね、この数字出しちゃいますけどね。これは時間ごとに変わるので、これが別に出てても問題ないっていうことになります。で、この数字を正しく入れるとゲームの方がいざログインして始められるっていうことになりますね。はい。で、これがですね、ディアブロの今の私のメインキャラで、まあ大して強くないんですけどね、22レベルの、なんていうんですかね、ガンナーみたいな感じですね。なんですけど、これをちょっと変更というか、モニターちょっとサイズ変えた方がいいですよね、これ。設定どこでやるんだ？これでいいのかな。なんかちょっとモニターに出力して遊んでると、マウスの反応悪いですね。チェンジクエスト、クリエイト。で、今回いろいろあるんですけど、これがウィッチドクター、ネクロマンサーみたいなキャラクターですね。バーバリアン。女性もいますね。ごっつえ。吠えとる。で、これ自分が今メインで使ってるデーモンハンター。こっち女性で。よいしょ。こっち男性。デーモンハンター結構かっこいいですよね。なんか。二丁拳銃みたいな感じで。こっちにデモが載ってるんですけどね。あとはこれもちょっと使ってたモンク。これね、女の子が結構かわいい。もうこんな感じ。ね。で、さっきのウィッチドクターがいて、これ女性の方ね。最初出てたのは男性の方。これもかっこいいんですよ。ウィザード。魔法使いね。男性。なかなかいいですよね。なんか中華風なウィザード。ソーサラーがいいかな。で、ここで名前をちょっと決めるんですけど。ちょっとありきたりというか、単純にリンリンっていう名前にしてみます。クリエイトヒーロー。で、さっきのはね、標準的な装備だったんですけど、ちょっとみすぼらしい感じの装備になりましたね。こんなに貧相なんだ。で、ちょっとゲーム画面見てみましょうかね。スタート。これちょっとね、アクト1、オープニング。
このね映像オープニングとかも雰囲気がいいですね。このねイラストがね結構よくできて、多分描いてるのがね中国の方なのかな。でディアブロって本当にもう古いゲームなんですけどね、12年越しに作られたこのゲームも、あんまりイメージを変えずクォータービュー視点っていうんですかね、斜め上から見下ろす、映像でキャラクターちっちゃいのにねよく動くんですよ。はい、こんな画面ですね。ちょっと光っちゃってて分かりにくいかな。でこれカーソルでキャラクターの動きをこう指定してあげて動いてもらって、右クリック左クリックでちょっとアクションが違います。左クリック右クリックっていう武器になりますね。でここにちょっとポーションを5つ最初から持ってます。で Z ボタンを押すと拡大してちょっとキャラが大きく見えます。私のね Mac は性能高くないんでキャラのこのグラフィックがそんなにいけてないんですけど、本当は性能いい Windows パソコンとか、まあ、Mac の最新機種とかで使えばもっと綺麗なグラフィックでゲーム楽しめますね。これモンスターいますね。あーこれやりにくいな。おお、魔法使いなのに僕って一発でしたね。ちょっと結構パワフルですね。でこの辺にいろいろモンスターいますけど、こいつモンスターたちをグイッグイッとクリックしてあげたらもう自動で攻撃してってくれるので操作は難しくないです。遠くからもいけるのかな。魔法使いだから遠くからも攻撃できますね。この辺は、他のねキャラクターとかでもさっきのデーモンハンターとかでも同じ感じです。でコマンドで C を押すとキャラクターのこういった装備が見られたりとか、ショートカットキーがいっぱいあるのでこの辺はどんどん慣れていくと思います。でここにねマップよいしょ、なんかこう印が出てるんですけど、こういう風にナビゲーションがしっかりあるので道に迷うこともそんなないかな。もちろん全部英語なので英語が得意な方とかは分かると思うんですけど、私英語全くできないので何言ってるか分かりません。それでも楽しめます。あモンスターがこうねゾンビがねうようよ出てきて戦ってますね。一生懸命戦ってますね。あ来た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 、ちょっと戦いましょうかね。どうですかね、ちょっとね出だしのとこのね画面ちょっと見ていただいたと思うんですけど、本当はねもっと性能のいいパソコンでやればもっと綺麗でサクサク動いて面白いと思うんですけど、私の方の MacBook Pro だとそんなにねグラフィック性能高くないし古いので、本体でやる分にはいいんですけどね、モニターに出力して遊ぶとカクカクの動きになってちょっとできないですね。ディアブロシリーズ、ディアブロ3、今はパソコン版だけですけどね、オンラインストアの方で、いつでも買えますからね。オンラインストアだからね、休みないし、やりたいと思った時にダウンロードして遊べます。今のね、価格調べてないでちょっと動画やっちゃったからわかんないんですけど、当時ね、1年前自分がダウンロードした時は59ドル、99セント。クレジットカードで決済もできますし、自分はペイパルっていうちょっとサービスを利用しているので、それを利用してダウンロードしました。海外サイトでね、クレジットカードを登録して使うっていうのは心配って方もいっぱいいると思うんですよ。自分の知り合いでもちょっとミスって、なんかお金持ってかれちゃったっていう人いたんですけど、ペイパルっていうね、クレジットカードを代行して、ちょっと間に入ってくれて決済済ませてくれるっていうサービスがあるので、それもちょっとね、後で紹介しようと思うんですけど、非常に便利なお支払い代行サービスというのがあります。それを利用するとペイパルっていうのは支払いで使えるサイトでしたら利用して安全にお買い物ができます。海外もののアクションロールプレイングが好きな方はすごくおすすめだと思います。興味ある方はちょっと試してみてください。ちょっとリンクね下に貼っときます。決してね自己責任でお願いします。責任は持てませんけど、興味ある方はよく調べた上でダウンロードして遊んでみてください。うずでした。